学校法人、暁学園は、三重県四日市市歌謡町238にある、学校法人である。幼稚園から大学まで揃う三重県で、唯一の総合学園である。理事長は、丸山康人である。1946年に、平田坊石社長の宗村佑氏によって、財団法人、暁学園が設立された。 当時の吉田翔太郎四日市市長と相談して作られており、四日市大学開校の際も四日市市の協力を全面的に受けている。暁学園の本部、中学校、高等学校は、旧華洋上跡地にあり、南側に住宅地が広がり、その南端に四日市大学がある。その住宅地は、三義鉄道が造成し、暁台という町名になっている。 幼稚園は学園が設立された場所である場所付近にあり、小学校は幼稚園よりやや内陸にある。幼稚園付近は古くからの漁村の集落の中にあり、小学校は近鉄名古屋線川越と須原駅の近くにある。学園本部の最寄り駅は三義鉄道赤月学園前駅。以下のデータは2013年5月1日現在。 三重県四日市支店が須賀にある私立幼稚園。創設者は平田宝石社長の宗村シンで赤月学園の付属幼稚園。1946年5月に平田宝石社長の宗村シンによって創設される。平田宝石社宅跡地の店が須賀本町に開園する。園長は赤月小学校の校長との兼任である。教育方針として 主体的で確かな生きる力を身につけた子供を育てることを目標としている。発達を重視している。以下の能力を育成している。自分の意識の育成によ重視、努力重視、身体教育と生活力思考力協力と共に生きる力文化教育の実施。ありがとうございます。